ボス、回収した消防班のスタッフだが死亡が確認された。奴は最後までかすれた声で訴え続けていた。病原体、治療法を知る老人、コード投下、その人物の居場所も。ボス、犠牲はこれで最後にしよう。コード投下と接触するんだ。えい。お、ガンスミスミサイル。これは死なれたら絶対困る人じゃないか。病原体の正体を知る老人、コードトーカーと接触してくれ。マザーベースに蔓延する奇病を食い止めるんだ。端末からミッションを選択してくれ。 OK。 Please select a mission。 ミッション28。ボス、病原体の正体を知る老人、コードトーカーと接触してくれ。あんたが回収した情報班のスタッフによって居場所も特定できた。アンゴラから国境を越えたザイールの森林地帯、現地の人間がルフア渓谷と呼ぶ地域。ターゲットはその奥に立つ洋館にいる。現地ではプライベートホースのみならず、なんかバイオみたいな空気になってきたぞ。病原体がサイファーの実験によるものだとすれば、今回のターゲットはその研究の中心人物である可能性も高い。だがこれがメタルギアを超える兵器なのか。疫病の正体、治療法、そしてそれがサイファーに通ずるものか、全てはこの人物が握っている。ボス、コードトーカーと接触、状況によっては回収してくれ。これ以上ダイヤモンドドッグスから犠牲者を出すわけにはいかない。病原体の正体を突き止めるんだ。今回スカルズいそうだよな。情報班スタッフを事故を起こさせずに回収だったのかい。さあ行きますか。ミッションアクセプテッド。スカルズいそうだから装備を、キルアビー、これ持っていくか。まあ使うことがないことを祈ろう。そして D ドック行くぞ。やっぱ夜かな。行動投下、結構遠いな。馬の方が良かったかな。1キロぐらいあるじゃねえか。また死んだ。また隔離。急ぐしかない。楽で助かります。やっぱスカルズか。ムービー始まるんで。クワイエット。
あまり可愛くない。攻撃はやめてもらいたい。もうバレてんのかな。まだバレてない。このまま 600m 歩幅前進でいくか。スナイパーの方のスカルズとは。力押しの方だと思ってこれ持ってきちゃったよ。まっ、とりあえずこのまんま抜けるか。上から行った方がいいのかな、これ。まあ、バレないようにゆっくりと行きますか。そこか。裏の方だな。無視した方が良さそうだ。これ以上上には行けなさそうだ。行けるか。行けないか。ここ登れたらいいんだけどな。無理だな。不意打ちで一発で倒せるんだったらいいんだけどな。多分無理だろうしな。わざわざ体力ゲージとスタミナゲージあるし。無視できないものかな。行っちゃってんだけど、普通の兵士だったらな、後ろから気絶させりゃ一発なんだけど。逆に考えれば今のでここからはいなくなってくれたと。とりあえず一旦回復。ダメだ。狙ってる。ガチ狙いしてる。無駄だよこんなの。できるわけねえだろ。今どこだ。
倒していった方が良かったのかな、その辺すらわからないんだよな、スカルズは。クワイエットと同等クラスのやつ4匹や5匹同時に戦いたくないよ。倒せなくはないね。でも基本はこう無視でいいんじゃないかな。ほら。抜けた抜けた。バカバカ。無事抜けたぜ。あと100メートル。スナイパーの気配も消えたか。諦めたのか。野生動物。こっちか。今のも発見になっちゃうのかな。いただきます。ガチになります。この橋を渡ったらもう帰れんぞって、そんな感じの橋だ。推理もんだったら確実に落ちる橋だ。落ちるってか燃えてるよね。吊り橋が燃えているみたいな。なかなか厳しい。裏から行きますか。正面から行くのはバカのすること。引き抜きたいね。性能いいから。ちょっと疫病で人も減っちゃったしね。うちで仕事しませんかって。よしよし。アナリシスコンプリート。なかなか優秀な人材が揃っているようだ。やっぱ DD 頼りになるわ。ちょっと危ない。よしよしよし。可能な限り今のうちにマーカーつけときたいんだけどな。ここじゃダメか。行けたか。行けてない。上に行けん。行けん。
正面からちょっとずつ行くべきなのか。っていうかめちゃくちゃいるな。警備厳しい。よし、アナリシスコンプリート。中か、あれは。しかもちゃんと2人以上で動いてるからな。むしろ4人いる。あいつは眠らせとっても大丈夫かな。ただ回収しとく方が安全なのも事実。まあ無理して回収しに行って結果見つかるっていうのが最悪だから。こいつらはあんまり優秀じゃないな。一発ぶち込んどいて勝手に寝てくれ方向で行こうかな。よし、今のうちにこいつらを。誰もいないこっちの方に運んでおこう。してるな。まあ一人で来てるやつには一発ぶち込んどいて。勝手に眠ってもらいますか。喋るんだ。マウッツ情報を更新した。入り口は複数、どこから潜入する。ボス、仲間が。よし、結構時間かかりそうだからな。回収できるんなら回収しとくか。数を減らしておきますカット。プラス、わあ3人死んだ。ここに補充してる間にあいつを回収しておきたい。
メートルって結構近いけど中だよな。よしよし。起きてしまう可能性があるからな、早めに回収しておくか。20m、 すぐそこまで来てるな。でも中なんだよな。出てこないんならほっといてもいいかな。とりあえずこの辺で。ターゲットはここか。まあ出入り口ここだろうな。了解、回収する。裏口から入るのが一番安全そうだな。あと2人ぐらいは減らしておきたいんだよな。中がどうなってるのか全くわからないから。30メートルぐらいのやつを2人。